この時の市船ってどうだったんですか？勝ったことなかったんだよね。え3年間で唯一勝ったのがその選手権で、プロ最初の監督西野さん、僕は合わなかったです。ジーコ監督どんな人です？本当にジーコのおかげでその代表の地位みたいなのを築ける大会になった。はい、皆さんこんにちは、本日はこの方が来てくれています。元日本代表フォワードの玉田圭司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番最初の出会い覚えてます？喋ったのってことでしょ？喋ったというよりも対戦したのかなって僕は思ってるんですけど、はい、いや分からない。分からないですか？僕の記憶だと多分、高校時代の高校春のフェスティバルで、うん、黒潮カップっていうのあったんですよ、うん、確かそこで試合してるはずなんですけど、いやその後ちゃんとお話ししたのは覚えてますか？代表じゃない。代表じゃないですよ、タマさん。代表じゃないってね。代表じゃない。確認、確認ですよ。そう、代表じゃない、ね。代表ではない。そうそうそう。そうです、そうです。そうね、あの時です。あの時です。そう、ナイキのイベントの時です。そうだ。そうです。暗いところね。そうです、そうです。暗いところ。暗いところ。中で。そうです。そう。若干外だったような記憶もあるんだけど。で、本日はですね、玉田さんのサッカー史を遡っていきたいんですけれども、はい、まあ幼稚園の時からずっとフォワードって聞いてるんですけど、フォワードというか、はい、まあ一番上手い選手がフォワードとかやるんです、はいはいはい、だからまあ一番目立つところだったし、一番その市内の中では上手かったので、はい、そのクラブチームの中では。おまあ、だからそこからフォワードやり始めて、はい、まあ、フォワードというか、まあ、中盤もやったことありますけど、基本的にフォワードでしたね。点取るのが好きだったんですね。そうですね、まあ、目立つのが好きだった。玉さん、はい、敬語やめてくださいよ。OK じゃあ、はい、OK、普段通りにやっていただきたいなと思うんですけど、はいはい、地元でやっぱりずっとトップなわけじゃないですか。でそこから高校に入ると、高校サッカー選手権で2回優勝している習志野に入るきっかけ。まあもともと千葉出身で、はい、千葉でずっとサッカーやってて、はい、中学校が市川金塚っていうクラブチームなんですけど、うんうん、そこから習志野高校に行くっていう道がちょっとあって、あ、流れがあったんですね。その流れで習志野高校から話があった。でまあ市船があとは大体日光だったんですよ。日光ですよね、はい、市船から話全くなくて、おで、ジェフから終わったのかな、ユース。ユースでも俺が小学校の時にセレクションを受けたの、はい、ジェフ。その時に落ちたので、はい、その印象があったから断らせてもらった。ちょっとやっぱそこはちょっと根に持ってたんですね。ちょっと頭にあったよね。ちょっとあったんですね、うん、でもあれですよね、1年生の時から出てるじゃないですか。出たり出なかったり。あでもその当時の習志野のタモさんの時代って4人いたじゃないですか、うん、それ以外にもいい選手いたんだけど、はい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 、いやでもアンダー入ったのは吉野と菅野で俺は入ってない。え、そう、そうですか、うん、だから吉野菅野の方がめちゃくちゃ有名で、はいはい、俺はどっちかって言ったら無名で入った感じで、3年の時にはその吉野さん、菅野さん、藤島さんと共に関東大会でベスト4、はい、インターハイでもベスト4、選手権の千葉県の決勝、これ市船と試合ですか、はい、の時に決勝点を決めて、まあ、全国高校サッカー選手権に行くじゃないですか、はい、この時の市船ってどうだったんですか？打倒市船だったんですか？いや、まあ、打倒っていうか勝ったことなかったんだよね。え、3年間で唯一勝ったのがその選手権で、市船が本当に全国でも1位で、はい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 、市船東福岡、うん、どっちか東西、はい、で選手権で俺らが一塁倒しちゃったもんだから、うん、優勝候補になったわけ。なりましたよ。だって僕高校サッカー選手権の図鑑で見てましたもん、うん、その一船にこれ勝てたこう要因みたいなのあったんですか、その時。選手の質的にすごいいい選手いっぱいいたの、うん、俺らの年代、うん、下にも本間一つで、ね、本間って新潟にいた選手とか、本間、あとレイソンに入った町田とか、あ、マッチ、あ、そうだ、うん、そう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 、それがうまく融合されれば本当にどこにも負けないっていうのが
うちだったんだけど、はい、それがうまくはまったのがそれ決勝戦だったと。で全国大会どこまで行ったんですか。一回戦負け。何やってるんですか。急なに勝ったことで多分満足しちゃったんだろうね。何が起きたんですか。どこと試合したんですか。鹿児島工業。浮かれちゃったところもあるかもしれない。玉田さんにとって高校サッカーってどういう風に捉えてます。小さい頃から高校サッカーに憧れてた部分がすごいあって、うんうん、高校サッカーに出たいっていう気持ちは結構あったんだよね。やっぱ習志野高校は少し魅力的な部分があって、うんうん、なんか高校だったら朝練絶対走りとかじゃない、はいはい、でも朝練ってリフティングとかミニゲームとかだったの、うん、習志野高校なんかちょっとそうテクニックみたいなものをこうやるイメージはありました、習志野高校って、うん、で静岡学園みたいな感じなんですかね。あだからその井田監督に本田さんは憧れたところもあって、うん、あそうなんですね、うん、でなんか吉野も菅野もいたから、はい、絶対こいつら負けたくないっていう気持ちがあったか ら, だから そういう2人がいたから俺の性格上良かったのかもしれない。なんかめちゃくちゃ負けず嫌いだから、はいはい、そ目指すものが近くにあるみたいな、だったのが良かった。やっぱ近くにライバルがいるって大事かもしれないですね。大事、俺には大事で。その高校から卒業するときに柏レイソルに加入されるじゃないですか、はいはい、これ決め手は何だったんですか。高校2年生のときに、うん、強化視点でレイソルの練習行ったりしてて、でその当時サテライトリーグとかもあって、はいはいはい、だそれにも出場させてもらったりとかしてたから、まあ、監督も知ってたし、うん、なんか入りやすかった。他からのオファーは。他はやっぱりジェフもあったんで。またジェフからの誘いがあってジュニアユースに落とされたから。いやそれは言ってないけど。それでプロ最初の監督西野さん。西野さんどんな監督ですか。僕は合わなかったですね。俺も若かったから、はい、あのメンバーに入った時に風邪ひいちゃったりとかあった、はい、で多分そういうのを嫌う人なんだよね多分ね。でそこからもう半年間全くメンバーに入れなかったりとか。あの99年のファーストステージ第2節、これはもうあれですよね、そのルーキーイヤーですよね。そうね。これアビスパ戦で初出場、うん、この時緊張しました。いや緊張はしなかった。なぜですか。自信があったとか。自信はあった。でも淡々とやって、ああ全然通用してないなっていう感じで、なんか自分が足りないものをすごく感じれたっていうか、はいはいはい、線が細かったから、やっぱりフィジカル的に全然足りてないっていうのがあって、うん、でフィジカルコーチとかと相談して、うん、とにかくちょっと体鍛えたい。だから出れなかった期間はそれに当てれたから。そういうことか。よかった。で、あの1年目のシーズンオフにブラジルに留学するんですよね。これどのぐらい行ったんですか。2ヶ月。結構行ったじゃん。2ヶ月行ったかな。2ヶ月ぐらい。どうでしたブラジルは。その当時やっぱり日本人を、日本っていう国を多分下に見てて、はい、名前すら覚えてくんない。ジャポネーズって言われた。それがすごい嫌で、はい、多分もうちょっと本当は長くいなきゃいけなかったんだけど、はい、もうレイソルの関係者に連絡して、はい、帰らせてくれって。それはちょっとやっぱ差別的なところが大きかったんですか。なんかボール回しやっても俺が横にいたらちょっとこいつの隣嫌だよみたいな感じでどっか行ったりとかもあったし、なんかそういうのをすごい感じて、はい、こんなとこいたくないなと。行くきっかけは何だったんですか。行くきっかけは、はい、若い2選手がブラジルで短期留学するっていう、はい、あレイソルにそういうなんかシステムみたいなのがあって、システムあって、はい、まあ、1年に1回あって、はい、でその留学から帰ってきて2年目3年目なかなか試合に出れない日々で、うん、これは出れない時はどんなことを考えてたんですか。まあ、とにかくもう楽しんだよ。ほう、焦りとか、焦りはちょっとあった、はい、あったし、どっかレンタル出た方がいいのかなっていうのもあったけど、それをレイソルがあんまりよく思ってなかった。俺のこと多分評価してくれてて、はいはい、チャンスがあれば絶対出れるから、はい、頑張ってやってみたいな、強化部とかはすごく評価してくれてて、きっかけさえあれば大丈夫だからっていう見方で見てくれてて、でそのプロ4年目2002年にセカンドステージで監督が変わりますよね、はい、マウコ・アウレリオ。状況が一変するわけですよね。これスタメンになると思うんですけど、これどこが評価されてスタメンに抜擢されたんですか、はい、なんかブラジル人に
好かれるプレースタイルなのか、すぐになんか自分のこと評価してくれてるんだっていうのを感じたし、はい、なんかコミュニケーションもすごく取ってくれたんで、うん、なんか使ってくれるのかなと思ったんで、だから自分での中で何かが変わったっていうのは特になかったので、あの2003年は、まあ、リーグ戦28試合で11得点、2004年も10得点、これ2年連続2桁得点じゃないですか。このぐらい取れるっていうのは範囲内だったんですか？昔からもう典型的な点取り屋ではないなって自分では思ってたんだけど、はい、まあ、レイソルで試合に出だして、うん、やっぱ自分が点取らなきゃ勝てないっていう責任感ではないけど、うん、なんか周りからも葉っぱかけられたし、はい、お前が試合決めんだぞ、うん、そういうもので俺がやんなきゃいけないっていうのがあったのかもしれない。で、あのここから代表について聞いていきたいんですけど、うん、2004年に日本代表に初選出されるじゃないですか。これ代表に選ばれた時どう思いました？いや、もうマジで緊張した。緊張しました。緊張したけど、はい、なんかもう失うものないし、はい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 、もうみんなお料理うまいわけ、はい、だからもう学ぼうと思って、それにするんだったらもう使う側もあるし、使われる側も、うん、だって割合がちょっと半々ぐらいだったんで、うん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 、もう代表だったらもう、まあ、新人だったし、うん、使われてなんぼで自分の特徴も分かってくれてて、うん、それを生かしてくれてる選手が周りにいたから、うん、本当に楽しかったし、うん、感覚がちょっと違ったレイソルの時と。ジーコ監督どんな人です？あんまり口数多くなくて、もうほぼあの自由にやっていいよっていう、うん、感じだった。でも信頼関係すごい厚かったですよね。信頼はしてくれてましたね。アジアカップ2004年のアジアカップかな、はい、ずっとスタメン張らせてもらってて、はい、で予選全然良くなかったの。それでもずっと使ってくれてて、うん、でやっと準々決勝ぐらいからちょっと自分のプレー出せるようになって、うんうん、で準決勝決勝で点取るようになったんだけど、うん、もう外されてもおかしくないぐらいのパフォーマンスだったのね。それでも使い続けてくれたから、うん、本当にジーコのおかげでその代表の地位みたいなのを築ける大会になった。予選リーグ3試合、まあ、ちょっとあんまりこうダメだったっていう話ありますけど、これ印象に残ってる試合あります？決勝の中国戦かな。あ、まあ、中国で大会だったから、はい、もうすごかったのが反日が。確かに。で決勝も全部多分中国サポーター、うん、もう完全アウェーだ、はい、でその前からなんかあのバスに何かを投げつけられたりとか、国旗燃やされたりとか、それいうのがあってか、あっての決勝戦だったから、うん、なんかすごいアウェー感も感じたけど、うんうん、もう絶対負けたくないって気持ちがあった。だからその決勝戦は一番印象的だったかな。点も取れたし。そうですね、3点目、うん、で勝ってロッカールームに、まあ、引き上げるわけじゃないですか、うん、その時チームの雰囲気どうでした？試合に出てないメンバーが結構ベテラン選手多かったんだけど、うん、そういう選手たちがすごく押し上げてくれてたの、俺らスタメン組の選手たちも、うん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 、普通出てなかったらちょっとなんか俺が出るためにとかやるんだけど、うんうん、本当になんかチームが一つになって感じたのが、プロ終わって多分あのチームが一番団結力あったんじゃないかなぐらいまとまりがすごくあって、しかもあとはそのメディアでも世論でもそうですけど、国内組と海外組みたいな感じで分かれてて、うん、国内組主力で臨むそのアジアカップっていうのあったじゃないですか、うん、これはなんか結構火ついたりしてたんじゃないですか？火ついたりしてた。だって海外組来たらさ、どんなに調子よくてもやっぱ変えられてたから、うんうん、でもあそこで優勝したことで、うん、やっぱジーコの考え方も少し変わったのか、うん、最終予選の時も海外組がやっぱり1日2日前に来たけど、うんうん、俺らがスタメン張らせてもらったりとかもあったし、うんうん、そこでやっぱり国内組の評価上がったんじゃないかなと思う、あのアジアカップでね。そうですよね、うん、でちょっと J リーグに話を戻して、2005年名古屋グランパスに移籍と。これ移籍の決め手は何だったんですか？ドイツワールドカップについて聞きたいんですけど、はい、ブラジル戦ですよね。前半34分のゴールですよ。結構後の回し具だった話ね。覚えてないの？で2008年にピクシーが監督になるわけじゃないですか。
なんか G リーグ全試合見たけど、うん、お前が一番うまいじゃん、この人についていこう、この人に認められるようにやろうっ